サンフレッチェ広島の松本弘也です。カメラマンの鳥です。今日はこのゴルフボールで心と体を癒します。ぜひご覧ください。まずはこのゴルフボールを足の下に置いて、はい、コロコロしますね。そして、まあ、自分が痛いところなどやって、まあ、全身を、まあ、回復するという効果があります。足の巡りが良くなりますからね。やっぱそうですよね。しっかり足のつま先からかかとへと転がして、硬いところはちょっと重点的にやると効果があるかと思いますね。はい、それは大事ですね。やっぱ、はい、今多分自粛中で、まあ、きつい生活が続いていると思うんですけど、まあ、このゴルフボール一つで、まあ、世界が変わるということで、まあ、いろいろ皆さんもぜひ挑戦してください。固まりやすくなってると思うんでね。こんな感じです、はい、このゴルフボールを使って皆さんも硬いとこをほぐしていきましょう。しょーんそのボールを使って面白いことをしてください。まずはこの右のボールをこの目の位置に持っていきます。で次にこの左のボールをこっちに持ってきて真顔にするんですよ。まず、はい、そっから歯を少し出して喋れるようになたよこれで子供たちも笑顔になってね。